いや、ダメだ、これ。やめたほうがいい。マンギ取り付いた。で、包囲交渉。で、ちょ、待て。秀吉の隊は、ああ、来てるな。来てるけど、38,000。犬千代だ。まあ、一回なら問題ないよね。うん。ここしっかりと殲滅して、勝っておきたいね。そしたら沼田美濃は国峰、兵力を失うから、一気に落とせないかな。どうだろう。で、信長の方。これ、どうなってんだ、一体。ぐちゃぐちゃ。いや、これぶつかるな、きっと。やめとこ。行くぞ。引きます。進め。敵が我が領内に向かっております。はあ、はあ、はあ、なるほど。なるほどね。玉縄か。玉縄か。これややこしい上に、すんげえ集まってんだけど。いくつ？でも34,000なんだ。行くぞ。間に合うかな。間に合ってるね。じゃあ行こうか。進め。まあこれでいいと思う。で、殲滅したら岬とか、まあ満義は後回しにしてもね、別に構わないよね。行きましょう。あー、ぶつかったな。わからずか。行きましょう。くそ、こんな戦ばっかりだな最近。いくつ？39,000の35,000。まあまあまあ、なんとかなるかな。頑張りましょう。敵大将滝川一益っていうのはね、ちょっとピクッてなるよね。貴様って。まあ、今回はね、3部隊いるからさ、さっきと話は変わってくるよ。やりたい。殺到してきた。ただ幸いなことに津軽ための分、兵力でかいんですよ。一度離れて、まあ六天魔王までは攻撃は避ける。六天魔王までは我慢かな。いや、なんだ、攻撃かなりしぶとく入れてくるな。これうるさいな、この攻撃は。この攻撃逃れられないんだが、なんだ。あ、逃れたね。よかったよかった。いや、また入り始めた。いや、うるさいな、攻撃が。こう当て、信長の対攻撃か。さあ、どこから崩れるかな。まあ、どっかしらで兵力差出るからね。六天魔王が乗せられる。六天魔王。し、これでいこう。一気に。信長の対、結構な被害を受けてんな。一度、少しだけ場所を移そう。津軽ためのは攻勢に転ずる。あ、なんか少し引いたぞ、敵が。ならば押す。さあ、津軽ための部隊壊滅させるために前進したけど、引いてこよう。これ4800結構でかいよね。いや、違うな、ここにいよう。ここは結構いやらしい場所だと思う。勝家の攻撃はまあ大丈夫。いいですね、壊滅。道路破壊か。させない。切り込め。改装したか。信長の隊改装したか。そうか、持たなかったか。壊滅。やりたい。そうかそうか。これちょっと被害がすごいな。238を食らってんだけど、やばいぞこれ。なんとかし止めなくちゃ。壊滅。負けするとはね。掴んだ勝機。いやー、これ油断したか。きついな。策士でもって攻撃力落とすか。こっちに突っ込む。いや、ゴンロクの方も士気ひどいぞ。回想する。これゴンロクも今は引くぞ。しちゃったよ。いやー、信長壊滅した。うわー、やられたー。そうか。うわー、これは痛えなー。いや、しかも滝川一益に負けたっていうのがもう腹立つわ。くわー、うっ。
なバカな。うわー、痛え、これは痛え。勝家が首打たれたんだが、マジで。うわー、痛え痛え、それは痛すぎる。これ多分来るよね、そのまんま。勝家マジか。吉本全軍を展開させ、揺るがずだよね。ちょっとごめん、今なんとなく自信を失ってるわ。ちょっと取らない、ここは。殲滅すべきだっていうのは分かってるんですけど、なんかちょっと今すごく粗相してる僕自身の士気が。玉縄の戦までにはちょっとこの自信取り戻さなくちゃ。いや、マジか、勝家。いやさあ、そう。あ、そう。報告いたします。ああ、だめ。すっごい動揺してる、今。いやー、参ったなぁ。29、30、20。いやー、勝家、初段って。浪人、優秀なの来いよ。ドン。伊達政宗。うわぁ。入れ替わるようにしてきたんだが。あっそう。重真も捨てがたいんだけど。あっそう。礼を言うぞ。いらっしゃい。うわぁ。なんちゅうありがたいところで来てくれるんだ、政宗。え、じゃあ政宗を即座に岐阜に入れよう。うわ、ありがてえこれで。信長帰ってるかな。まだ帰ってないね。で、津軽ためのは大垣に移す。いや、政宗嬉しいなこれ。うわー、最高のタイミングだわ。本当にちょっと最高すぎる、このタイミング。こんなことがあっていいのかっていうレベルのタイミングで来てくれた。本当にありがたい。ボールに立ったとこ、ショバタ。ショバタ守りにくいな、しかし。いやー、しかしさっきの戦で負けたのがね、ちょっと己が己を許せないんだが。いやー、でも、いや、すごいことになったな。まさか、こんな展開になるなんてみたいな感じで、来たね。よし、では行きましょう。で、小次郎、あ、小次郎引っ込んだ。五千城。ま、ここは問題ないでしょ。戦つ、再び出ましょう。光秀か。勝家の恨み、どっかで晴らしてるからな。見とけよ。秀吉、再び交渉できないかな。あ、必要ないけど。あ、でもまあ、6日だから交渉しちゃっていいか。即日交渉だもんね。で、秀吉が、全面解放で、ドン。よし。ですね。わしがいただくぞ。で、秀吉。行くぞ。国峰いいね。国峰行っとこうか。皆の者、進め。準決勝だったらさらに完璧だったんだけどね。まあまあまあ、しょうがない、それは。行きます。国見で取り付き、即座に交渉できないかな。できない。強行40日。行きましょう。これ多分来てるな、じゃあ。あ、交渉できる。しよう。これ本当に間に合ってんのか？行くぞ。間に合ってないな、これ。まあいいや。間に合ってなくても、取られて叩いて取ってって感じになるもんね、これきっと。さあ、北畠智則、頑張れ。ドン。あー、勝てないか。準決勝がうるさいかんな、この辺。待機する。あ、乗れた。よし、よかった。間に合った。揺るがず、揺るがずですが、指揮は取ります。行きましょう。さあ、覚悟しろ。倍の兵力差があるね。
さあ剣心を三方から振り絞り、鬼のしげ、まあこれでおしまいでしょう。越後の竜この後に及んで、まあ、何をしても無駄ですよ。お見事。さあドイツの首をもらえるかな。何気にこの全滅すごくでかいんですよね。これできっと岬の城が取れる。捕獲でドン。沼田、北条氏房、そして山口重政、すべて斬首。こんなんじゃ足りないね。勝家の指一本にも及ばないよ。で家康が三崎城を攻めます。まあ、ここはたやすく落ちるでしょう。我が領内に敵が迫っております。なるほどね、なるほど。これどうしよっかな。大垣から津軽為信が出て5日でしょ。またさっきみたいな感じにするか。だからあ間に合ってないのかこれ。そうなのか。え、そうなの。とりあえずじゃあまあ入れられたら入れて、じゃなかったらぶつかるって感じにしよう。じゃあ次へ。すぐだよねこれ。あーしまった、ぶつかってしまった。分からずか。行きましょう。いやこれちょっと待って、うわーこんなこと。逃げながら戦う戦ですね。でもう最初からこの辺に布陣しちゃおう。鉄砲隊っていうのがまたね気になるところだよね。行きましょう。いやー頑張れ津軽為信。ご命令を。行きます。これで会ってくれ頼む。敵の居所知れました。避ける。ご命令を。叩き潰せ。奇襲食らうけどまあまあまあよししましょう。そうだね、対象部隊これだね。捕まるなよ。捕まった。いやーこの捕まり方すごく嫌だな。901なんだ。この隊は崩せるな。きっと対象部隊が全然出てこないんだが、いや移動系の、あ出てきた。移動系の戦法がないっていうのかな。早掛け攻撃を食らう。搾取乗せる。一度引きつつ動く。捕まらないように、捕まらないように動こう。よし対象部隊だ。越後2点。なるほどね。引きながら戦うけど押せるときは押す。奇襲か。こうしたこうなったら引く。あここ戦場の端っこか。そうか。じゃあこっち側だな。まずい。搾取を乗せる。で引いてこよう。うわ奇襲に、うおうおお、やばい。これ完全包囲されたんだが、まずい。始めるぞ。まずいまずいまずい。ちょ士気がやばい。これ覚悟してもらおう。いやもう突っ込むしかないのか。切り込め。いやーまずい。ご命令。逃げる逃げらんないぞこれ。始めるぞ。いや影勝つか。しかもで引けないか。こっち動けない、まるっきり動けない。作詞え、じゃあもうどうしようもない。我が策がもらい受けよう。回、そうだよね、回想しちゃうよね。いやーこれ回復する前にやられちゃうぞきっと。やりたい前。これいや津軽ためのお前もか。無念。いやーもう日負けが込んでるな。やばい、負け癖ついたか僕。いやーマジか。処罰取られちゃうね。もうまたすぐ取り返そう。
津軽為信の命が失われなかっただけマシと思う。これもすぐ来そうだな。三崎城取り付き。すぐ行けるか ?66 日もかかんのか。来そうだな。信長を亀山に移動させよう。行くぞ。で、長島城に信長移動させればよかったかな。まあいいや、これ津軽為信が大垣に戻ってきたら即座に長島に出して入城させよう。ちょっとしくじったね。いや、諸畑城また奪われたのか。取ったり取られたりだな、ここ。よし、では行きましょうか。これ多分来るよな、甘春隊。まだ入らない。ああ、そうか。そうだね、こんな戦あったね。これはね、屋敷取ろう。まあ、やっぱり、なんかちょっと動揺してんだよな、僕。いやー、こんな、立て続けに敗戦を喫するとは思わなかったもんな。いや、参った。本当に参った。さあ、勝利。全滅はさせられなかったけど、まあまあ、よしとしましょう。いやしかしなぁ。騎乗しましょう。で、大浦為信。まだ入ってこないか。信長も入ってこない。そうだよね。当然そうなるよね。岐阜に来たか。あっ、そう。それはちょっと意外な。意外な判断だな。岐阜に来るっていうのは。まあ、でも有効ではあるけどね。入った。正宗が入ったよね。そうだよね。で、大浦為信も入ったので、岐阜は戦場上限こっちじゃなかったっけ?微妙にこっちなのか。ちょっとな。今の段階で、まともにやれやいかな。いや、大浦為信がまずは長島に動きます。単体でね。で、信長が長島に来ます。進め。で、入城合流進軍ですね。参りましょう。我が領内に敵が迫っています。なるほどね。なんかここぞとばかりに武田が攻勢に出てるね。着実に一つ一つ潰していかないとダメだな、これ。これ秀吉の隊もここでの戦どうかな。6600同士でしょ。いやでもこれは国見でぶつかるべきな気がすんな。待機する。で、岐阜に来た。籠城しましょう。国峰に志村光康が来た。両軍展開させ迎え撃ちます。6600度、あ、揺るがずか。揺るがず6600同士なんだよね。勝利いいですね。これ上限こっちじゃないよね。そうだね、守りが戦況2つ上だからか。なるほどね。まあ、ここ揺るがずだったら揺るがずのまんまでいいや。で、大浦為信がもうついたでしょう。そうだよね。で、これを入城させます。大浦為信を合流させ、足軽、合流させて、で、岐阜城に向かいましょう。まあ、政宗ならね、耐えられると思う。さあ、片倉小十郎が来ましたね。両軍ともに展開させ、ここも揺るがずじゃない?そうだよね。指揮は取らない。ちょっと今は勘弁してください。で、交渉に持っていけるよね。方位で5日。まあ、交渉で即日交渉だね。でだ。全面 96%。余裕でしょう。そうだね。わしらの勝ちを。よし。勝ちの気じゃ。まあ、ちょいちょい勝ちは奪ってんだけどね。で、秀吉、ちょっと国峰に乗っ使っておこう。このまんま兵力だいぶ減らしてる。いや、騎乗だな。騎乗させます。国見でね、これ要塞化できるんですよ。ここも戦術上限相当いいからね。で、参りましょうか。
あれ今信長の隊激突しなかったのかな、どうなんだろうね。で忠勝の隊が激突、まあまあ指揮は取って殲滅しましょう。さあこたびは見事に全軍壊滅させました。よかった。さてで信長だよね。そうだよね、わからず行きましょう。今度は負けないぞ。何これ。始まらないんだが、またこのパターンか。同時にぶつかったパターンだね。だ忠勝を下げて、で進めると戦になるパターンでしょう。そうだよね、行きましょう。あれ上限向こうに行ってんな。これ多分防塁かなんかが破壊されたんだな。なるほど。いやー頑張ろう頑張ろう、すごい頑張ろう。参りましょう。勝たなきゃここは勝たなきゃ。行け、行きます。始めるぞ。本当に攻撃だけは避けないとね、ひどい目にあったもんな。しかし武田のこの兵はどっから出てきてんだろうな。すごい量の兵が出てきてるよね、さっきからずっとね。どこにそんないるんだ。なら楽。こんなに負けが込んでんのにさ、こんなに兵がいるっていうのは信じられないんだが。太鼓持ちはでも守備が下がるから良くないと思うんだけど。あー対象部隊9000か多いな。未だ命令不可。あー抜けてきたね。この動き勘弁してほしいな。下がろう、下がれるかな。まあこれで下がってこれるでしょきっと。そうだね、為信と入れ替わろう。信長鍵勝が飛び込んできた、これまずいな。信長捕まってないか。あ大丈夫だ、これ抜けられるでしょ。そうだね、よし、包囲にはならなかった、よかった。で少しずつ少しずつ削ろう。あ6点魔王使えるようになったぞ。6点魔王、おお入れる。で影勝の隊に激突しよう。その向こうのこの493の隊もただ1枚隊。慎重に慎重に大事に大事にやっていこう。もう負けたくないからね。脅威食らってんね、下がろう。よし壊滅、いいね。でこうで下がってくる。影勝持ってってしまいたいな。突っ込んできたね甘春が。ただしまだまだ大丈夫、余裕ある。で再び6点魔王がどこで撃てるか伺いながら戦っていきましょう。撃てる、入れちゃおう。で前進、影勝の隊をここで壊滅させてしまいたい。あー金破壊されたね。まあいいか、よしとしよう。深入りはしすぎない。わけのわかんない狂気が入ってる。いけるかなこのまま。いけるね、お見事。で大浦為信を引いていきましょう。奇襲受けるけどまあまあ問題ない。いいですね壊滅。で多賀屋対壊滅で、そしたらまた下がってこよう。ちょっともういつにもなく細かくやってるでしょ。もうね本当にね怖いんですよ、敗北か奈落か命令不可。やりたい前、そうかここで命令不可来たか。越後にてこれ下手すると信長挟まれるところにいるんだけど、あ6手間を乗せられる、乗しちゃおう。信長が終わらせる。これそうだよね、甘春の指揮つけるよね前。これは後期ではこう、覚悟してもらおう。
で、式が、そうだよね、回想して、で、そこを叩く。ですね。で、本体の式が、なくなってる間に、こちらで敵を殲滅する。で、アマカスの隊が迫ってきてるんで、ちょっと引こう。始めるぞ。これほどとは。で、靴輪を並べる。回想したね。これで壊滅まで持っていきますね。お見事。で、でラストだ。よしよしよし。もう本当にね、すっごい気をつけて戦したよ、これ。よかった、勝てそうだ。始めるぞ。越後にて、まあでももう式がないでしょ。攻撃も入ってるしね。よしよし、これでアマカス取られたらでかいな、捨てがまり。しかし取り付き、6点魔王を打って、さあこれでアマカス隊も壊滅。やりました。ふう、よかった、上がって。やりたい前。もうドキドキなんだが、やりました。攻め、勝ち、奪う、それが信長の戦よ。誰か捕獲したいな。アマカス捕獲しないかな。どうだ、捕獲、ドン。おー、ほほほ、しかも豊カトナ。いやでも強いけど、これがね、勝家がいなくなった直後だったらもう大喜びして雇ってたけど、もう政宗が来ちゃったからね。まあまあまあ、つわものよく首を打つべし。さらば。シスのみか。よーし、守れた。よかった。騎乗します。さあ、軍備開発なんですけれども、ちょっとね、先ほどの戦で西側が大きく傷ついてしまったので、まあ、こちら側がしばらく守りになりますね。もうちょっと攻め寄せる余裕はない。とは言ってもだよ、この辺りで兵を集めて、こっちの兵を使って東側に攻めるっていうことも可能なんですけれども、それをやるにしても防衛の武将がいないからね。防衛の武将がいないんで、まあ、こちら側はしばらく守っておきましょう。で、攻めるのは東。ただ、国峰来そうなんだよな。国峰来そうなんですけど、やっぱり守る武将がいないというのが、かしこまった。致命的な現実ではあるんですよね。かしこまった。あと、房総半島もね、ちょっといい加減締めたいしね。なので、秀吉と最上義明を、元桜、そして、どこがいいかな？織田城がいいかな？織田城に入れて、で、ここから、万儀城、立山城を狙うと、いうことにしましょう。ただ、来そうな気がするんだよね、国峰に。た、防衛は固めておきます。では、進めていきます。来るなよ、武田。で、家康があとこれ何日だ？あと44日。まだちょっとかかるね。かかって、正幸の軍が来てるけど、まあ、でも大丈夫でしょう。ここは、しっかりと殲滅して、兵力を削っておきたい。で、秀吉と義明入ったね。なので、出ましょう。万儀城でも硬いんだよね。万儀城へ向け、4万の兵。秀吉は足軽、義明は、鉄砲かな？で、秀吉1万8000、最上義明1万8000で、万儀城に向かいます。出陣します。ここで落としておきたいな。房総半島落とすと、皇庫の憂いがまた一つ消えるんでね、早く落としておきたいんですよね。